い、皆さんこんにちは、みーこです。今日はグランドピアノさんの家で VR を体験させてもらいます。どうや相方らのコナーの話だと、ゲー沖ム合はに山ほど沈没船が沈んでるらしいわ。ダイビングみ瓦たい礫だらけなね。ゲームですかね。これはかなりやる価値がありそうね。360す度ごいものが見つかるか海も。の中でダイビングなんてしたことこなのいで海す域けでの引ど、き揚げ作業は本来許可されていないかから、なり綺急麗がないなとね。魚もこっちに向かってまいりました。手を伸ばしても取れるはずない。新人さん、回収ドローンを下ろすわよ。動かせるも回収のは何でもドローン、掴んでくれ何でる。すかね。回そ収こドにロ着いーンってた言ってらますおね。宝を見落とさないようにしっかりお見てる宝のよ。探しに行くんですかね、こりゃ。お、なんかロボットも泳いでますね。空も明るくて本当に海の底にいる初みめてたのい場な所だけど雰囲気私たでちがす。ついているから平気よ。亀がいる、亀が。これから一体どうなるのかさっぱりわからないんですけれども。システムをチェックして。分かった。全システム異常なし。じゃあダイブスーツにリンクするぞ。321。よし、それじゃあ行くぞ。計お、器をなん画か、面に映しおお、た。亀が近い、亀が近い、泳いでます。ロボットも来た。あ、亀が近い。触れそうで触れない。それじゃ始めましょう。JJ、下ろして。すごい。なんかふわっとしっかりね。エレベーターにドでローン降りのて映る像か感らじ、状況を把握できるかも。ドふローンわかっらともした情嫌報なが感送じ信がさしれるまわ。す。さすがリさアあ、ル。海底まで行くわよ。ちょっと乗り物に弱い人はもしかしたら酔っ景気ちのゃう反か応もは良しれさなそういでね。すね。ショーの始まりよ。でも泳げなくてもこんな奥まで行けるっていうのは魅力です。息も苦しくないしね。景気が光ってる。間違いなくうん、何かでもここちょっにとあ酔りっちそうゃいね。そうな雰囲気。チャートを見る限りそこは全然ちナょっレーとション狭聞いそうてね。ないから何言ってるか分かんでないでもすね。JJ のウィンチがあるし、彼の腕は確かよ。覗くとそこまで見えるん何ですかがね。そっちに向かってる。景気に複数の反応があるわ。高所恐怖症の人もダメかもしれないですね。あんまり見ると酔いますね、これ。お、マンタが泳いでます。いいですね。ダイバーの資格を持ってなくてもこんなに海の底まで行ける。おお、マンタが近づいてくる。おお、ちょっと揺れたんですか、今のは。マンタは笑った顔をしてるって言いますが、そんな顔はいまいち見えないか。マンタは群れで泳ぐらしいですよ。お、またぶつかったのかな。すごいですね。すごい広い。すごい頭上。瓦礫ばっか魚りのね。群れも泳いで確かまに何かす。がありそうなんだけど、しかも最近のもの。コーナー一体ここに何があるの？瓦礫。おだいい、ぶ地そ震こ巨ま大で来に収たみ縮だったいでぞ、す距離。ね。下で何か動いてるみたいだ。下で何か動いてる？何でしょう？煙が目の前まで来ますね。おお、これはどこまで下がるんですかね。だいぶ空が、あ、じゃない、水面が遠くなっていきま新人さん、深呼吸して。す。おお、ちょっと狭いかも。カニの爪みたい。気を引き締めて。ケーブルに注意して、あ、ケージは揺らさないでね。新人さんは確わか。かった。はい。JJ、ウィンチしっかりね。かなおお、り危ちょっ険だけと。ど、これが一番早いのよ。おお、なんかぶつかったみたいですね、こりゃ。あー、トラブル発生、トラブル発生。
なんでしょう。お、クラゲがいます。声は聞こえる？じゃあゆっくり下ろすわよ。ジェイジェイ、ゆっくりお願いね。クラゲがいますね。綺麗ですね。すごいリアル。さあこの後どうなるんでしょう。ちょっと暗闇も苦手なミコですが、見てられるでしょうか。私クラゲは好きなので。あ、クラゲがたくさん、クラゲがたくさんでとっても綺麗です。360度クラゲに囲まれました。これ刺されたら痛いんですけどね。大丈夫ですかね。その辺も VR のいいとこですかね。クラゲが通り過ぎて、ね、あー、また暗くなってきちゃった。OK、通信リンクが回復した。もうダメかと思っちゃったわ。また声が聞けてよかった。あー、なんか岩の底に、あー、なんか今度は兵士恐怖症の人もダメですね、これ。ちょっと怖いですね。うん、いいわね。ああ、髪の色が白くなった。これって一体どこから来たっていうの？なんでしょう。何が見えてきたんでしょう。お宝はあるんでしょうか。コーナーの様子がおかしかったわけね。ジェイジェイ、あの船どこから来たのかしら。これ船なんだ。ああ、さあね。何の情報もないし、あんな大きなものが沈んだなんて聞いたことないな。すごいですね、タイタニック号ですかね。じっくり調べた方が良さそうね。間違いなく軍艦ね。軍艦か。最近のものってことは、早くしないと誰か来る。こんなところに誰か来るんですかね。あ、ガイガーカウンターが反応してる。オッケー、警報止めて。なんでしょう、警報が鳴ってます。時間はないけど、そのスーツを着てれば平気なはず。すごいスーツですね。お宝を見つけたと思ったら、得体の知れない原子力潜水艦ですって。原子力潜水艦、全く。どんな設定。コナーは面倒ごとを押し付けてきたってわけ。新人さん、この瓦礫からできる限りの情報を手に入れればよ。すごい、でも迫力がかなりあります。潜水時間の方はどう？問題ないよ、ボス。すごい、今にも崩れてきそうな。ちょっと大迫力。おお、地震系にまた反応があったぞ。地震が起きたんですかね。落ちてくる破片に気をつけて。破片、あまり時間がないわ。ああ、落ちてきた。何かないか注意してみて。ああ、落ちてきた。あとはドローンに任せましょう。下の方で強い熱信号の反応があるみたいだな。放射線の元凶かも。放射線、そんなところにいていいんですかね、これ。写真、ちょっと火山も燃えてるみたいな気がしますけど、マグマ、ここでどうしたらいいんでしょう。止まっちゃいました。何もできないもどかしさ。いや、で、軍艦、あの箱真っ赤じゃない。お、なんか運んできた。コンテナの中身はまさか原爆？コーナーはあれを見つけて欲しかったの。違うか。慎重にね、カーゴに気をつけて。爆発するのは勘弁。なんであれ無傷で持ち帰る。本当に何が入ってるか上で見てみましょう。箱を追っているのは私たちだけじゃなさそう。上がりましょう。待って、何か大きなものがそっちに向かってる。おーっと、ちょっとトラブル発生ですね。こう逃げられない檻の中的な。あー、サメが来た。あー、サメがすごい迫力。ジョーズが狙われてます、私。あー、完全に狙いを定められた感じがしますね。これはまずい。ちょっと苦手な展開だ、こりゃ。ちょっとこの息遣いが聞こえるのは、うわあ、ヘルプミー、持ってかれた。あ、それで勘弁して、もうそれで勘弁して、満足して来ないで。うわあ、こんな
深海じゃ助けも来ないですよ。逃げられない。間一髪？そんなことはない。もう大丈夫？ダメか？ダメだな。岩が落ちてきます。わあ、すごい迫力。わあ、目の前を岩が。わあ、来ました。岩に気を取られてる隙に、すごい大きい。体長2メートルぐらい。すごいリアル。だからすごい怖い。こっち見てますね。わー、見てる見てる。うわー、来たー。わー、穴開いちゃった。あー、これ直せない。自分で直せない。わー、怖い。おー、ちょっと遊ばないでよー。あーあーあー、もうダメですね。これはちょっと今のうちに、もうむしろ自分でここから飛び降りたいですね。この恐怖から逃れたい。あー、まだ来るまだ来る。さあどうしよう。このオープンな感じ。あー、ミーコは今日ここで命を絶つことになりそうです。さあ、どっから来るかわからないっていう。おー、来ました。あー、おー、動いた。間一髪。あー、まだ泳げるよね。そうだよね、海の中だもんね。どこからでも来れるよね。あー、なんかもう手遊ばれてる感じですね。早く上まで行きましょう。さあ行きましょう。まあ、お、逃げ切ったかな。これは大丈夫。まったく飛んだお宝探しね。なんて迫力。いつもこうなるんだから。いつもこうなるんだ。初めてのダイビングはどうだった。もう最悪ですね、これ。これで新人も卒業ね。つうか一生来ないですね、ここね。飛んだ初ダイブってどこか。もう最初で最後だ、これ。キャリー、レーダーによると何かこっちに向かってるみたいだぞ。まだ向かってるんだ。私たちが見つけたものを狙ってるってとこ。コーナー、後で覚えておきなさいよ。あれ、終わりかな。終わりかな。終わりですね。はい、ありがとうございました。初めてのダイビング、散々な結果で私はもう決してやりません。そんなゲームですが、もし楽しめていただけたなら皆さんもやってみましょう。以上、ミーコでした。